皆様こんにちは、社員です。この動画ではですね、ちょっとある私が驚いた英語の単語について、ご紹介したいなと思って、動画を撮りました。今日の朝もね、その無料の語学学校に通ってきて、でその時のに教えてもらった単語なんですけれども、まず皆様に問題です。じゃじゃん動物の象の鼻は英語で何と言うでしょうか？シンキングタイムスタート。3、2、1、0 正解はノーズではなくてトランクという単語です。で、この単語が何が私驚かせたかというと、その意味が7個ぐらいあって、なんか一つの単語を覚えればもう7つの単語を覚えたのと同じだと思って、しかもその意味が結構全然違うものが一緒になってるんで驚いたんですね。なのでちょっとご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目が木の幹、二つ目が体の胴体、三つ目が大きなカバン、トランクって言われますよね。大きな、スーツケースみたいに車輪とかついてない大きな旅行カバンみたいなものですね。で、四つ目が車の後ろの荷物を入れるトランク。で、五つ目が象の鼻。で、六個目が男子用のボクシングや水泳用のパンツ、トランクス。日本語でトランクスと言われているものですね。で、7個目が建築の柱の幹。柱の幹って書いてあって、ちょっとその読み方を調べるの忘れたんですけども、柱の幹って書いて、まあ建築用の柱のようなものだと思うんですけども、だということでございました。なんかまあ概念としては長細いものプラス、なんか物を入れられるものという感じだと思うんですけども、なんか全然違うものを一つの単語で言うんだなと思って、ちょっとねびっくりしておおと思いましたなのでちょっと皆様にシェアをさせていただきました。なんかもしよろしければね、なんかご友人とかね、ご家族にも豆知識みたいな感じで、言って、知ってるみたいな感じで会話も盛り上がるかもしれません今日の動画は以上になります。ご覧くださってありがとうございました。よろしければいいねなど、コメントなどくださったら嬉しいです。いつもありがとうございます。